正月といえば黒豆ということでですね、黒豆のねご飯っていうのもおすすめかなと思います。そこにですね、麦の塩麹入れていただいて一緒に炊いていただくのもおすすめです。今日はですね、お正月といえば黒豆ということでですね、黒豆の健康効果についてお話ししていきたいと思います。黒豆とは正式に黒大豆というふうに言われているものになります。こちらは大豆の品種の一つになります。この皮のですね、黒色ですね、アントシアニンの色素によるものになります。黒大豆なので大豆とね、ほとんど変わらない栄養素を持っています。黒豆の種類ですね、代表的な4種類の黒豆をご紹介していきます。1つ目、丹波黒ですね。丹波で作るね、黒大豆ですね。麹スタイルでですね、このね、黒大豆を使ったお醤油ですね、それと黒麦の麹をセットにしたね、醤油麹セットがありますけれども、あちらのですね、醤油は兵庫県にある大徳醤油さんで作られているお醤油なんですけれども、丹波黒で作られております。で、丹波黒のね、特徴はですね、とても大きな粒になります。そして独特のね、甘みを持っているというのが特徴になります。で、若いさやはですね、枝豆としてもね、食べられることがあります。生育期間が長くてですね、手間がとてもかかるため大量生産が難しいと言われている品種になります。そして光黒ですね、表面がですね、とても光沢があるところからですね、光黒という名前がついたと言われています。糖が多くて甘みが強いですね。なので煮豆ですとかお菓子にもね、多く使われています。主に北海道で作られております。そして3つ目、ガンクイというねものになります。で、こちらはですね、平らで小さなくぼみがあるというのが特徴になります。で、このくぼみがですね、ガンというですね、鳥がね、食べた後に似ていることからガンクイという名前になったと言われております。こちらもですね、強い甘みと深みのある味が特徴になっておりまして、おせち料理のね、黒豆のね、煮豆ですね、こちらなどに使用されることが多いです。こちらはですね、東北地方でね、主に生産されています。そして最後4つ目ですね、玉大黒というねものになります。こちらはですね、2つの品種を掛け合わせて作ったものになってまして、ウイルスに対する抵抗性がね、とても強い品種になっています。こちらは主に長野県、そして北関東、北陸地方で栽培されております。この4つの種類のね、黒豆があるんですけれども、こちらのですね、効果効能についてお話ししていきます。高血圧を予防する効果があります。サポニン、これね、大豆でも出てきますけれども、サポニンですね。そしてカリウムも含まれております。サポニンは血液をサラサラにしてくれて、カリウムはむくみ予防ということでね、余分な水分を外に排出してくれるという機能があります。ですので血圧をね、下げてくれる効果があると言われております。そして2つ目ですね、生活習慣病の予防、そして老化もね、防いでくれるアンチエイジング効果があります。黒豆に含まれておりますアントシアニンですね、抗酸化作用ですね。こちらはですね、大豆全般に含まれていますイソフラボンですね、こちらよりも強い抗酸化作用があると言われております。で、アントシアニンとイソフラボンですね、両方を含むのは黒豆ということになります。がんなどそういったものの予防にもなるというふうに言われております。そして3つ目ですね、便秘の解消が期待できます。黒豆に含まれる食物繊維ですね、こちらによって便秘が解消すると言われております。そして4つ目ですね、血管の健康維持というところになります。神戸大学とあと富士っ子という会社ありますね、こちらのですね、共同研究 でこちらですね、黒大豆のポリフェノール、こちらがですね、血管の健康維持に有効な作用を持つというですね、研究結果が出たというふうに言われております。血管の健康維持はですね、動脈硬化の予防に加えてですね、毛細血管の減少ですね、こういったことを抑制することができて、シワとかシミの予防にもなると言われています。やっぱ血管自体がね、脆かったりとか硬くなったりっていう風にすると脳梗塞になったりとかしますし、心臓だったらね、心筋梗塞とかになったりしますよね。どこの血管でも詰まるとね、体としてはね、怖いことになりますよね。なので血管の健康というのはとても大切になります。そして毛細血管がね、どんどんね、減少していくっていうところもね、老化のね、一歩になっていきますので、お肌とかね、しっかりお肌の方まで毛細血管来てくれてると、お肌も綺麗に維持できるかなというところになります。という形でですね、黒豆さまざまな健康効果があります。黒豆のね、取り入れ方はですね、まあ、今回おせちで、ね、出てるような黒豆のね、煮豆ですね、そういった形で取ることもできますし、黒豆のね、ご飯っていうのもおすすめかなと思います。そこにですね、麦の塩麹入れていただいて一緒に炊いていただくのもおすすめです。
黒豆ご飯に麦塩麹になると、ね、黒豆のタンパク質も取れるし、ね、麦の食物繊維も取れるし、もちろんね、黒大豆のですね、このポリフェノールね、アントシアニンとイソフラボンも取れますし、大豆側の食物繊維も取れるし、そしてビタミンとミネラルもね、麦の塩麹に しっかりお塩を入れておくことで取れるし、そして糖質のご飯も取れるということでね、一杯でめちゃくちゃいろんな栄養素が取れるね、ご飯が作れるかなと思いますので、よかったら黒豆ご飯もやってみていただければと思います。ということで今日はですね、黒豆についてお話をさせていただきました。黒豆もね、ぜひぜひ、ね、生活の中に取り入れていただくことでですね、なかなかね、お正月にならないとあんまり登場しない黒豆かなと思うんですけれども、ぜひぜひね、その黒大豆のね、お醤油も美味しいので、ぜひぜひよかったら醤油麹のキットですね、ぜひそちらの方もお試しいただければと思います。普通の醤油よりもね、やっぱコクがあってね、深みがあるお味がします。それをね、黒麦の麹でね、作るとね、より深い味になるなっていう感じになりますので、お醤油そこに入れればね、作れる醤油麹になって、もうちょっとお醤油残るので、普通の通常のお醤油としてもね、使うこともできますので、よかったらやってみていただければと思います。黒大豆ね、作ってるところ、ね、少なくなってきてしまうので、ぜひぜひね、みんながいっぱい食べると作る人もね、減らなくて済むかなというふうに思いますので、なかなかね、大事に育てられているものかなと思いますので、ぜひ皆さんね、黒大豆これを機に、はい、ぜひお試しいただければと思います。ということで、こちらのべっぴんきんチャンネルではですね、麹にまつわるいろいろなお話をさせていただいております。麹はですね、日本の国菌である麹菌からできております。この麹はですね、日本の調味料ですね、お醤油も味噌もみりんもお酢もお酒も全部麹からできております。でもこの麹を使ってね、発酵させるのは時間が長くかかってですね、コストもね、人件費もたくさん時間もかかるので、なかなかね、麹をね、使ってしっかりと麹の力を使ってですね、発酵させている調味料になかなか出会えないというのが今の現代になっております。LINE 公式お友達になっていただきますとですね、調味料の選び方という音声の方プレゼントしてますので、よかったらそちらの方も聞いてみてください。そしてこちらのべっぴんきんチャンネル、皆さんがですね、グッドボタンとチャンネル登録していただきますと、たくさんの方にね、麹をね、作って食べるだけでね、どんどん元気になっていきますので、その魅力が届くかなと思いましてやらせていただいておりますので、よかったら皆さん、グッドボタンとチャンネル登録お願いできればと思います。はい、ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、またお次の動画でお会いしましょう。皆さんも素敵な一日をお越しください。またねー。皆さん、質問が来てます。はい。味噌作りで失敗しないポイントってありますか？やっぱり大豆をしっかりこう指で潰せるぐらいの柔らかさに煮るっていうのが一番ポイントかなと思います。うん、あとやっぱり麹もね、何の麹使うかによってもだいぶお味噌の出来は当たり前だけど違うので、まあ、麹の選び方、まあ、あと、まあ、麹と大豆とお塩でできてるので、まあ、お塩もね、やっぱりこだわるとめっちゃ美味しいお味噌ができるんですよね。なのでこだわりの大豆と麹とお塩を使ってぜひ仕込んでみていただくと、やっぱりなんか市販のお味噌とかそこまでお塩にさ、こだわったりなかなかできないんじゃない？だから全然味変わるので、ぜひやってみてください。はい、ありがとうございます。はい。